どうもシンガーソングライター岡崎翔です。はい、時代はね刻々と変わっていくわけでございますけれどもね、こちら本庄剛の秘密基地もどんどん変わっていくということでね、もう約5ヶ月になろうと5ヶ月間となろうとしております。そしてねこの11月の現在27日ということなんですけれどもね、この状態をね一度動画に収めようかなと思っておりますのでよろしくお願いします。それではご覧ください。はい、見た目もだいぶ変わりましたね。まずこちらピエピエ使えるようになりました。ハイテクになりましたよ、駄菓子屋なのに。こちらですね、ザ・淀川さんの記事ですね。丸本新聞さんの記事、本庄剛さんのね特集ですね。 FM 姫のチラシです。で、FM 唐津さんのね、コーナーです。で、まあどんどん寒くなってきたということでね、こちら空気がパッと変わらないようにね。夜になると光るようにしましたね。生徒さんが作ってくれた看板です。専門学校のデザインの専門学校ですね。創造者デザイン専門学校の生徒さんです。これでもかと言わんばかりにPPを紹介してますね。FM 姫のチラシ、大阪日日新聞さんに掲載された時の記事ですね。で、昭和展示会というのをね、なぜか行っております。思い出深い昭和40年代から昭和60年代の懐かしい商品、書物を展示していますというね。まあ、こちら出演していただいたリンゴさん、岡崎君、つまりゆうきくんかな、バラエちゃん、週刊本庄剛を散らしてるからね。はい、で、商品もちょっと増えましたね。こういう風にね、いろいろと雑貨、服、置いております。そしてこちらは商品じゃなく展示ですね。昭和展示会ということでね、皆さん、こちらは見に来てください。で、ステージの方も少し変わりましたね。はい、もっともっと変えていかないといけないかもしれないですけどね。そしてこちらはラジオ収録ブースですね。機材も少し変わりました。はい、本庄さんがね取材をしてきた岡崎と一緒に取材をした方たちもいますね。あ、佐野史郎さんがね、いらっしゃいますね。さあ、あ、まだ写真もありますね。この当時のこの秘密基地、大阪市西淀川区姫島の地域のね写真ですね。ここにも雑貨を販売してますね。で、こんな感じでお菓子はまあ日に日に変わってますんでね、このお菓子のラインナップも。ここ撮ってもあれかもしれないですね。今度来ていただいた時にはちょっとお菓子がないぞという形になるかもしれないですね。種類が変わってたりね。で、こちらがですね、創造者デザイン専門学校の生徒さんが作ってくれたロゴたちですね。出演者の方のねチラシもここにも置いてます。あ、山上京也くんとかね置いてますね。これ誰や、原石協会さんね。さて、こんな感じでねやっておりまして、あ、ここにもねラジオの収録ができるようにセットしてるんですね。で、うちのお店のねアイドル的存在、姫ちゃん、姫ちゃん大きくなりましたね。姫ちゃん、ちゃんと取れないぞ。開けるのを待っています。開
けるのを待っています。ちょっと今開けちゃうと表が開いてるのでね、外に出ちゃう、危ないので、おとととととと、ちょっと皆さん来た時は気をつけてください。こんな風にね、元気がいい時は上に上がってきますよ。ひめちゃん、ひめ、姫ちゃん、はい、それではまたお会いしましょう。また秘密基地も変わっていくと思いますので、よろしくお願いします。ひめちゃん、バイバイ。バイバイ。やってる。それではね。